皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、フラッシュバックネイマールについてレビューしていきます。いやー、なんか、すごい顔出たなっていうのが、第一印象です。現在は作成コスト25万コイン。そこまで高くはないです。ただし、金ネイマールがこれの登場によって16万まで下がりました。そこがね、大きなポイントになってくるのかなと思います。能力的には、金ネイマーと、まあ、ちょっと特徴に差はあれど、そんなには、 変わらないですただ、金、えー、ネイマールは逆足5なのに対して、このネイマールは逆足4になります。で、えー、と身長175センチ、ハイミディアムワークレートの右利きの5スタースキルムーン、4スターウィークとここがダウングレードになります。 でえっとら力見ていくとペースシュートは上がっていますが、えっと、パスは下がっていますドリブルは微小性バランスだけ上がっていて他の項目は下がっていますでフィジカルもそんなに変わらないです基本的には、まあ、ネイマールだなとは思うんですけど このネイマールの特徴として、やっぱりそのペースが95あることによって、無理にペースブーストをしなくていいのかなと思ってて、それが一個ね、大きなまあ利点になるんじゃないかなと思いますで。できればセンターフォワードで来てほしかったですけどね、ネイマールのーカかりし頃は、センターフォワードとしてもプレイしていましたから、実際のカードセンターフォワードでしたから、 まあそれが来れば大きな差ができたんですけど、まあ、同じポジションということで、まあ、今回本当に1対1で比較していきたいなと思っておりますで、えっと、基本的にネイマールに関してはまあ積んでるエンジンがネイマールなので、まあ、本当にあの期,待期待はできるというか、まあ、基本的な要素はネイマールだと思っております今回使っていきましは4 3 3え3と4 4 2のストライカーですねバランスファイル何もつけていないのとあと4 3 3のストライカーちょっと試しています まあ気分転換に使ってるって感じですね。まあ、ただ、どちらかというと、適正としてはやっぱトップ下が一番なのかな。で、多分、この、例えば、フォーポジションあるじゃないですか。えっと、4、2、3、1で、右ミッド、左ミッド、ストライカー、トップ下か。の、えっと、4ポジションあるとは思うんですけど、 本当に多分、このポジションはこのネイマールがいいし、逆のポジションは金ネイマールがいいかもしれないっていうケースも出てくるかなと思っております。そこも含めてね、本当にいろいろ、まあ僕自身ネイマール信者ではあるので、まあこのカードは深く見ていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がネイマールです。ネイマールに関しては金カードそこまで大きな差は感じなかったです、ドリブル。 あのただ、早いなとは感じましたね、あのスピード感、もちろんハンターをつけたときに、金、えー、ネイマールの方がスピードは上がるのですが、このネイマールの方が、僕的には早、ね、いのかなと思いましたねで、今のパスも良かったです、でえー、と全体的に、まあ、それこそベンズバーと比べて、ベンズバーのノーマルカードバカ、えー、とフラッシュバックのカードと比べると、このネイマールっていうのは、そこまで大きな違いはないなと。 わかりました。動き方的にもネイマールですし、やっぱりその遊び心。今のまあ、えっ、ー、とレインボーだったりまあ、本当にスキル5っていうのがネイマールのこの特徴かなと思います。ここにも中央にいてまあいい位置で受けて左足で決めてくれてますね。で、シュート能力に関してはここ大きかったです。あの、特にね。シュートパワーがノーマルネイマールと比べて。 まあ違いの1つだなと思いました。で、えー、と逆足下がっていますが、個人的には気にならなかったです。あのなぜかというと、やっぱりシュートパワーが全然違うので、左足で打った時も、まも、あ、もちろんあの、場面によっては、多分出てくる、あの違いが出てくる場面は出てくるとは思うんですけど、そこまでね、多分気になる人はいないと思います。逆足5だから、4だからどうこうっていう,いう方は少ないと思います。今のシュートとかも、やっぱりそのシュートパワー、まあ、今回、デッドアイつけてて、 まあ、ある選手のシュートの打ち方だなと思いましたここも、ね、いい抜け出しから、まあ、ここはナイスセーブですね、キーパーの、うん、素晴らしいセーブです。でえー、とここで受けてネイマールドリブルに関していい選手ですしとにかくスピード的に速いなと思いましたここも、ね、いい感じでしたねただ、まあ、何が、まあ、その弱点かというとやっぱフィジカル的にはこの選手は強くないです、ね、エンバベだったりジノーラと比べて フィジカルに理不尽さがありますかって言ったら僕はないと思います本当にトップトップメーターの選手と比べちゃうとやっぱりそこの理不尽さっていうのはこのネイマールはそ,の、えー、とそれこそインターワールドカードネイマールと比べても物足りないなと思いましたあくまでもこの価格帯の選手だなっていう感じですかねここもねあの左足ですけどいいシュートを打ってますねでえっ、ー、とここも中央にネイマールがいてここもミドルですかね まあこういったシーンでもあのいいシュートを打ってくれますね、まあ、ここでねシュートパワーによるものが大きいのかなと思います、でここサイドキ起用、時々のスピード感、あの速いです、あのサイドに置いてもとにかく足が速いので抜けることもできますし、まあ、あとは本当にスキル5を自分自身にどうやって使っていくかですね、ここら辺の,あのスピード突破、素晴らしいですね、こここのコーナー、ね、素晴らしかったですね、まあ、最後ラストパスでレバンドスキン決めさせてますが。 あそこまで持っていくセットアップの仕方がすごく良かったですね。で、ここも中に入って、ネイマル落ち着いて、こールを決めてくれますね。まあ、あそこら辺ね、本当にね、まあ、今回左足で重点的にシュートを打っていったんですけど、全く気にならなかったのが、やっぱ一番良かったのかなと思います。という感じで終えていきます。 では最後ネイマールまとめていきます。現在の価格が25万コイン決して、ね、悪い値段設定ではないと思います。もちろんで、金ネイマールが今、現在17万と大暴落していますし、他のオプションが大暴落はしているんですが、金額的には極めて妥当な値段設定だと思います。で、皆さん多分、金ネイマールと比較してどうですかという質問が多分一番気になってると思うんですけど、個人的にはそんなに変わらないなと。 正直思いましたあのそれこそどっちが強いですかっていう質問をあの聞かれた時にどっちも強いですで、えー、と大きな差はないと思います好みだなと思っちゃうんですよで僕としたらストライカートップ下であれば金ネイマール使うかなと思いますかねなんかねこのネイマールはこの、えー、とフラッシュバックネイマールはこのネイマールからいい意味で 安定感を除いたネイマールだなと思うんですよネイマール自身がこの金ネイマール自身が持っている安定感をなくしてじゃあ逆に、えっと、あのシュートパワーを追加したネイマールだなと思うんですよで、えっと、2人ともシュートは面白いぐらいに決まりますこの、えっと、フラッシュバックネイマールに関してはそのまあこの持ち前のデッドアイをつけた時のシュート能力の高さを生かして本当にのあの シュート決めてくれるなと思うんですよでも逆にじゃあ、えっと、この金ネイマールに関してはハンターをつけたときにフィニッシング93シュートパワー85少しね低いんですよトップ選手に比べたらただえっとやっぱりその冷静さネイマールが持ってる93の冷静さ元々の冷静さここですねコンポージャーの冷静さだったりまあ逆足5かあってネイマールが、ね、あんまりシュートが入らないなって思うことは僕はないんですよこの金ネイマールでねってなった時に うん、やっぱりその逆足5の恩恵はもちろん逆足4でもこのシュートバーがあるので押し切れではするんですけど僕はストライカーだったりトップ下には近年生まれの方が相性はいいのかなって思いました。ただ、えー、とサイド用であれば やっぱそのこのネイマール、金ネイマールに関しては思うのは、そこまで爆発力だってスピード感を感じないんですよ。例えばハンターをつけてあげて、えー、ペース99に乗せても、あんまりね、ネイマールってね、異常に速いなって思うことないんですよ、この金ネイマルって、えーと。ウィンターワイルドカードのネイマールは異常に速いなと思うんですけど、でも逆に、えー、とこっちのフラッシュバックのネイマールに関してはあの、スピード99まで上げてないんですよ。上げてないにもかかわらず、すごく速いなって思わせてくれる選手なんですよ。 なので、えーとまあ、サイドキューであれば、フラッシュバック使えますし、えー、とトップ下ストライカーであれば、僕は金ネイマールを使います。で、えー、とそれを踏まえた上で、じゃあこのカード作るべきですかっていう。 に対してあの一つ目はやっぱカードがかっこいいこれは1個作るにあたって大きな条件になると思いますカードがかっこいいんで作りますあのいいと思いますそれはあのまあもちろんこれね人によっていろんな感性があるので正解はないと思うんですけどカードがかっこいいか作るのは一つありですでえっと素材が余ってるので作るあの作りたいんですあのまあ、いいと思います25万ぐらいなんでそんなにあのなんだろうこの sbc が例えば近年ワールが560まして えとこのカード560万の設定価格で来るのであればちょっともったいないかなと思うんですけどこの値段の差だったら僕はいいと思うんですよただしじゃあえっ、ー、とこのカードを作,作らないで後悔しますかっていう質問に対しては僕は後悔しないと思いますおそらくあのね例えばこのベンゼバに関しては作らないで後悔した方ってたくさんいらっしゃると思うんですよやっぱ強いんでめちゃくちゃこのフラッシュバックベンゼバに対してね このフラッシュバック、ベンゼマンは19万コインで、まああの時ちょっと値段に対してどうかなと思ったカードなんですけど、このカードを作らないで後悔した人いっぱいいると思うんですよ。ネイマール自身のこのあのフラッシュバック、ネイマールがこういった要素を持っているかっていうと持ってないですね。そこまでノーマルカード変わらないです。このベンゼマーのノーマルカードと比べて、えー、とスピードが12変わってますし、あの レンズ版のちょっともったいないなって言われるミディアミディアのワークレートからハイローのワークレートに変わってます。本当に別カードのような変身を取れています。このネイマールに関してはそこまでの違いはないです。おそらく、えっ、ー、と、作っても後悔はしないカードだと思うんですよ。ネイマールはネイマールなんで。ただ、作らなくても後悔しないカードかなと思います。結局多分この金ネイマールってどんどん値段は落ちていくので、うん、なんだろう、それこそ多分1ヶ月後にはこの金ネイマールが10万になる可能性あると思うんですよ。 ってなると、やっぱりちょっともったいないかなっていう気持ちは、まあ後悔することはないと思うんですけどもったいないかなと思う気持ちはありますね。どちらかというと本当にダイナミックカードのまあ画像に対して値段を払うのと、まあ素材がいないから、まあちょっとファンカード要素は入ってますからね。あの強いは強いんですよ。 特徴も違いますし、良さもあるんですけど、ファンカード要素も少し入ってるかなと思います。まあ、非常にね、面白い SBC だと思いますよ。値段的にも悪くないですし、あの、まあ、できればね、理想としては、このネイマルがトップ下だったり、センター、中央のラインに来てたら、明らかな差ができてたんで、うん、やっぱ、ケミストにつなげ方も変わってきますし、ジノラも使えるようになりますし、あの、この93のカードをいないように、ストライカーで来てたら、もうまさにザ 絶対作った方がいいって感じだと思うんですけどやっぱり左ウィングなんで、うん、無理に作る必要性もないのかなと思いますで、えっと、ケミストに関しては今回デッドアイつけていきましたがあのまあデッドアイでもいいと思いますあのやっぱここのねパス能力を上げてあげることによってパスズレも全く気にならなかったですしやっぱこのシュート能力っていうのはデッドアイつけた時の高さ いうのは感じますただ、えっと、サイド起をするのであれば、フォークもありだと思います。あのフォークでここのペースとフィジカルを上げてあげるっていうのもありですし、あとは、まあ人によっては、まあパス能力あんまりいらないんですってなった場合にはフィニッシャーをつけて、まあちょっとただでさえどれぐらいいいんですけど、さらに上げてあげるのも悪くないかなと思います。まあ決して、ね、正解はないかな。まあ基本的にはデッドアイつける人が多いのかな。あとはマックスマン。 そうですね、マークスまでここのプラス555上げてあげるのも悪くないと思いましたね。まああのこのペース95、えー、でも十分やれる選手なのでいろいろ試行錯誤してみながらぜひ使ってみてください。あの非常に、ね、面白い SBC でした。で、えー、とこの後のレビューペドリー買いましたのであのペドリーはレビューしていきます。 で、えー、っと、その後は何も考えてないですけど、フェランあたりレビューしようかな。フェラントールですね、ちょっとストライカーカード軽く使ったんですけど、いいですね、結構。面白いですね。あー、スクラーフェンバーチョもやりたいですね。このカードちょっと気になってます。うん。このエルマスもね、面白いんですよ、能力的には。面白いですね。っていう感じ。あー、ウィルツもやりたいですね。まあ、選手の値段、だんだん、どんどんと、だんだんじゃなくて、どんどん下がってますので、まあ、今、コインはありますので、まあ、ちょっといろいろ、あの、今週、 ううん、ちょっとまあなかなか最近忙しいんですけどあの時間が取れたらやっていきたいなと思っていますので応援の方よろしくお願いしますという感じでではまた。